京香さんは、かなりちょっとお上品な見た目なんですけども、ちょっとド M な性格がちょっとお持ちだということなんですけども、初体験っていうのは何歳の時でしたか？14歳ですね。14歳、早いですね。中学2年生ですね。お相手は？ 同じクラスの男の子でした。それお付き合いしてて。あ、はい、お付き合いしてましたね。場所は？私の部屋なんとなくそういう雰囲気になって。そうです。妹と同じ部屋だったんですけど、はい。妹が学校から帰ってくる前にはい。パパッと されたんですさね。れました。どうでしたか、その時は。めっちゃ痛かったですね。本当はちょっと怖かったけど、断ったらなんか嫌われるかなと思ってやりました。そうなんですね。何回目ぐらいからこう気持ちいいなみたいな。早いですね。はい。いや、3回目はもう気持ちよかったです。 それも京香さんの家。お家です。あとはなんか外とかもあります。外？はい、外ってどこで？神社が学校の近くにあるんですけど。神社ね。神聖な場所で。そのちょっと外れたとこに、だから景色がよく見えるなんか場所があって、そこのベンチとかでしてました。ってことは体勢は？彼が横になって、はい。私が上あ、に上なんだ。後ろじゃないんだ。後ろじゃないそんな人来たらちょっとやばくないですか？です。あ、なんか彼がこうベンチのなんかへりで見えな、ちょうど見えなくなってて、私がただ座ってるようにしかこう周りからは見えないっていうまう。いことやってたんですね。ヒヤヒヤじゃないですめっか。ちゃヒヤヒヤでした。なんか人来たら、あ、来たよ来たよとか言って。そんなのも好き。ちょっとドキドキあ、しこう。ますね。 やっぱり。でもその時でもお風呂とか入ってないじゃないですか。あ、入ってないです。全然そういうのもありなんですか？でも私は全然お風呂入ってなくても触れたりするけど、私は恥ずかしいです。恥ずかしいでそすう、ね。汗かきなのではい。汗かいてないかなとか気にしちゃいます。乙女ですね。なるほど。気にします。そういうちょっといやらしいことはもう昔から興味あったんですか？はい、ありました。でも本格的に興味が出たのは中学2年とか3年生の時からですね。それは初めて一人でしたとか。その彼と初めてした後に初めてあ、一後人なでんだ。やりました。そう、それはどういうきっかけで？その彼氏にあの漫画をもらったんですよね。はい。で、それを見てて、体育座りでソファー座ってたら、なんかムズムズってはい。ああ、してそきこがて。してきて、はい。でこう動くとなんかすごい気持ちいいことに気づいて、はい。そっからもはまっちゃって。う、はい、で、はい、漫画にもハマって調べていくうちに、あ、はい。こういう一人でするっていうことがあるんだって気づいてなるほどやってね。ました。週何回ぐらいやっちゃったんですかね。でも中学生の頃は毎日毎して日？ました。はい、毎日こんな感じの女性が？してました。ちなみにそういう一人でされるのっていうのは今でも継続ですか？します。めちゃめちゃ最近だと。最近だといただいたおもちゃがあるんですけど、スイッチを入れるとなんはい。か舌の形をしたものがウィンウィンウそィンで、んななんか生々しいのもらったんですか？そうなんですよ、をいただいて、それで、それなんかお友達とかに。あ、そうです、でいただきました、プレゼントで。お友達がいるわけですね。そ愛れ、用してます。ちなみにいつされましたか？昨昨日。日 昨日です。そうなんですはい。ね。それ何か思い描きながらとか見ながら。あ、もう好きな漫画を。漫画好きなんです漫画ね。大好きです。最後ちょっとどういう感じで持つか教えてもらっていいですか？そのおもちゃおもを。ちゃを私がこう横になってて、はい。足をパカッとこうはい。開いて、持つ、丸くて持つとこがあるんで、はい。ドーナツみたいな、はい。それをこうやって当ててるって感じです。こういう感じこういう感じで。で、表情はどんな表情になってくるわけで。ですか？表情はなんかこんな感こじ。んな感じですか？ 恥ずかしい。
なるほど。じゃあちょっと、やりすぎないようにお気をつけて。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。